さっぱり。そしてこれから炭酸水を買い忘れたので、またさっき言った商店に今日3回目行くことになります。今ね4時前ぐらいでね、すごく風が気持ちよくてとってもいい感じなんです。そして意地でもアダンの帽子を持ってきたのでかぶりたいんですけど、ちょっとした風でも飛びそうになるので抑え抑え行きます。すでにすでにトカチェフ兄ちゃん、本日3回目商店に来ました。歩いてすぐだから便利。もうこれで明日の朝まで食料は十分すぎるぐらいあるはず。乾杯。まずはね、今日何度目の乾杯でしょうか。果たしてもう数えきれなくなってしまいました。商店にちょっと歩いただけでビールを乾杯するっていう謎の儀式聞きます。乾杯乾杯ゴーヤーチャンプルー、すっごい本格的なの来た。めっちゃ楽しみ。すごい、これはね、島豆腐を買った回ありましたよね。卵もすごい新鮮そうだったし。よし、で早速いただきますよ。じゃじゃん、うまっ。うん、溶けた。うん、美味しいよ。あ、ピリ辛、すっごい美味しい。またビールに戻りたい。さて夕日を見に行きますよ。昨日ね絶景スポットを見つけたので今日も行かない手はないでしょう。まあ水平線に沈むかどうかはともかくとして、あの景色を見るだけでも本当に行く価値はあります。すごい、いい景色。この夕方の光がまた最高なんだよね。うーん、同じ道を何回歩いても時間帯によって全然違うし、日によってもちょっとずつ違うし、いいですね。可愛いんだけどね。でも私はヤギとはあんまり相性が良くないんです。見る分には可愛いです。なんかね、3歳の時にね千葉のマザー牧場でヤギから追いかけられたのと、あとは小学校3年生の時イギリス行った時にヤギの角に胸ぐらをつかまれたっていう経験があり、ヤギはちょっぴり怖いんです。他の動画でも言ったかな、わかんないな。そして鳥さんゾーンです。こんにちは鳥さんたち。お、やっぱ王様がいる。王様こんにちは。なんか意外に出たり入ったりできるの、すごいな。とにかく立派な鳥たちですよ。おお、今日も結構遠浅ですね。あ、マングローブたち。あ、船がマングローブの間に来てる。昨日あっちだったよね船。こんにちは。やっぱりここそこそこドライってことは一日の間ではあんまりここまでは来ないのかな。こんにちはマングローブたち。あー、いいね。はー、美しいな。すごい、本当に不思議な光景だな。
なんかすっごく落ち着きます。ここの丘不思議だね。なんでこんな風になってるんだろう。でもなんかこれを見ると、この辺あんまり水最近来てないみたいな感じ。浅く来るのかな？この辺まで来るのかな？不思議だね。楽しい。なんかね、不思議な入り江って感じ。静けさが違うんだよね。今日の泳いだビーチもとっても静かで良かったけど、なんかまた全然違う。風そこそこ強いけど、あ、貝殻。かわいい、オレンジの貝殻を見つけた。風そこそこ強いっぽいんだけど、それでもなんかすごい静か。あ、いっぱいいる、かわいい。光の道、綺麗だな。すごい輝いてる。綺麗な羽みたいな貝殻を見つけたよ。おっとっと。翼みたい。なんかね、ここだけどっか迷い込んだみたい。釣り船なのか、帰ってきてる人がいる。昨日もいたね。ここに1時間ぐらいいたかな。なんかね、じわじわとなんだけど、潮が満ちてきてるのが分かります。これはもしかして夜の間にマングローブが完全に海に浸かったりするのかな。だってあそこにあるボート、マングローブの林に置いてあるボートはちゃんとつないであったから、ってことはつないどかないとダメってことだと思うんですよね。あー、なんか本当に超時間がいっぱいあったら、なんか、あ、イノシシだ、オーマイガー、あの子も私たちに気づいた。うわー、びっくり。イノシシっていうか野生の豚？わー、びっくり。森の主が出てきたのかな。あー、すごい。びっくりしました。こんなビーチサイドまで出てくるんだね。すごい神秘的だった。今日はクジャクといい、なんか神秘的な野生の生き物にいっぱい出会いました。で、何の話をしてたかというとですね、マングローブですよ。マングローブ林に船がくくりつけられてるってことは、きっとここまで満ちてくる可能性があるっていうことかな。って感じなので、そうそうそう、思い出した。イノシシに目を奪われて、何話してたか忘れちゃったんだけど、そう、時間がすごいいっぱいあったら、なんか一日ここで過ごしてみたい。どれぐらい一日で満ち引きするのかっていうのをすごい体験してみたいなって思いました。ああ、ここはまた絶対来たいな。
なんかマングローブたちとももっとゆっくり過ごしてみたいし。バイバイ、マングローブたち。ああ、本当に美しい林。大好きだよ。ありがとうね。というわけで、元来た道を帰って戻ります。ありがとう。秘密の入り江。秘密の入り江からの森を抜けて開けたところに来ました。今日はすごかったな。森の主にも出会ったよ。クジャクにも出会ったしね。すごかった。2泊3日お世話になったあきる市36号さん、素晴らしいお宿でした。また来たい。曇りだったので日の出も見に行かず、朝の風景は撮れなかったんですけど、でも一昨日昨日ってすごいいい天気だったから超大満足です。今日から3日間ぐらいは雨みたいだよ。